5月のスキー場はまだ雪がたっぷり残っていて、これならまだ営業できそうだ。まったく、この雪山と裏山の雪道は雪山初心者の僕らにとっては初級トレーニングコースとして最高の場所だ。そしてロッジの前の駐車場はシーズンオフの間はジムカーナの練習場として開放されている。あの、すいません、自販機が壊れてるんですけど。連絡先書いてありませんでしたか？あれあったかな、そんなの。あれ確か直接業者が管理してるはず。ね、お願い、ちょっと見てよ。今暇そうだし、うん、確かに暇だけど。自販機壊れてるんだろ？これ日本最大規模なのよね。システムはスイスの技術だけどね。ゴンドラはまんまスイスで作ったやつ。すごいわね。一度これが動いてるところが見てみたいな。スキーやったらどう？冬はずーっと動いてるみたいだし。そうね、それいいかも。あのさ、ゴンドラに乗ったら絶対ゲレンデ側に座るんだぜ。ん？あるんだ、すごいものが。晴れた日に運が良ければ。あ、自販機だよな。そう、私の130円。メーカー好きなんだろ。君が自販機の構造にもっともっと詳しかったらよかったのにね。お金を入れたらボタンを押す。ありがとう。どういたしまして。車の運転うまいんだな。嘘、下手くそだと思ったくせに。そんなことない、俺にはあんな運転絶対できないし。そうね私もあんなバイクの運転できないし。バイクや車は移動の手段だよ。私にはそれ以上。メカの楽しさは俺にだってわかるさ。そうね、そうじゃなきゃあんな仕事してるわけないか。あ、私だって自然は好き。私井ノ口の椿館で働いてるの。え、そうなんだ。すごいよな、あの椿の数。私あそこの椿大好き。分かったよ。でも俺はやっぱり機械に頼るより自分の足で登りたい。え、時々登ってるじゃない、ゲレンデ。見てたのかよ。そんな趣味ないわよ。こないだたまたま。嘘、ずっとあなたを見てた。そしてどうしてもこれが見たかったの、あなたの大好きなもの。え、自販機の数
故障は嘘。ごめんね。赤い花咲く雪。